はい、どうもこんばんは、水にゃんです。本日のサブチャンネル1本目の動画なんですけれども、ほんとここね、最近ですね、僕のところにN 国の立花さんとひろゆきさんの話をしてくださいって結構来てて、で、まあ3日ぐらい前にね、サブチャンネルに今動画あげたんだけれども、なんかそれだけじゃ物足りないよってということで、まあ追加でですね、動画を、出すことにしました。まあ何やらですね、まあN 国の立花さんが今ですね、まあひろゆきさんに、まあ、噛みついているということで、まあなんで噛みついてるかって言ったら、まあひろゆきさんがですね、まあその日本にこういる時に、まあ2チャンネル絡みでこうたくさん裁判を起こされて、で負けたと。でその賠償金を払わないで、まあフランスに行ったよねっていうようなことで、まあ立花さんがね、まあそれをなんかまあ追っかけているみたいで、まあ結構ですね、面白い感じになってると。で、まあなんでね、まあこのタイミングで、まあ立花さんがひろゆきさんにこう噛みついたのかって言ったら、まあ理由としては多分ね、まあそのホリエモンとひろゆきさんのこの確執ですねがあったりとかで、あとはね、まあその選挙前じゃないですか、なんだかんだ言って、まあ解散総選挙がまあ今年の9月に、まあ、あると、まあ今予想されてますけど、その解散総選挙の前に、まあ一発ね、こう話題になるようなことをやりたいなっていうような、まあそういう思惑があるんじゃないかなとね、思ってます。で、まあひろゆきさんのスタンスとしては多分相手にしないと思うんですよね。で、なんでかっていうと、まあひろゆきさんの立場からすれば、いやー、立花さんに噛みつかれても、いやそれって売名でしょって、で相手にしてこう何かメリットがあるのっていうような話なんだよね。で、まあ結構そのひろゆきさんって、まあどういうスタンスなのかっていうと、まあ物事を結構ね、合理主義に考えてる部分があって、まあ自分にとってその利益があるのか、自分にとって、利益がないのか、でそこの部分で結構まあその比較をしてるのかなって思うんだよね。でそう考えた時に、まあその N 国の立花さんなんか相手にしても、自分にプラスになるかって言ったら、なんないっしょみたいな。だから別になんか相手にしないよねって。で相手にして、まあなんかね、面白いことになりそうだなと、なんかいいことがあるんだろうなっていうことであれば、まあ相手にするよねっていうような、まあ感じだと思うから、まあ現状そのひろゆきさんも、まあ立花さんが、まあ自分使って、まあ売名しようとしてるんだろうなって考えてるだろうから、まあそんな手には乗りませんよって、まあ言うね、話だと、まあ思います。で、まあなんだかんで言って今ね、まあ N 国結構まあ迷走してるじゃないですか。まあいろんなね、まあ方法やり方使って、まあなんとか次期衆議院選挙で、まあ票がこうたくさん入ればいいなと。で票がたくさん入れば、まあその分ね、政党助成金って言って、まあお国の税金をですね、まあ政党に一部配分されるんですけれども、まあそのね、政党助成金が増えればいいなというような、まあ考え方だと思うんですよね。で、まあ現状ね、まあその今、参議院選挙、そして衆議院選挙の、まあ補欠選挙が行われてるけれども、結構まあ N 国相手にされてないじゃないですか。で、まあ相手にされてるところって、まあちょっとなんかひょうきんで、なんか面白くもないような政見放送で、あれがちょっとこうネットで多少話題になってるだけの話で、まあN 国なんか、まあ滋賀にもかけられてないわけじゃん。だから、まあぶっちゃけ選挙に出ましたって言ったところで、まあ多少ね、まあN 国のこう名前は出るけれども、まあN 国としては、まあそこまでね、プラスにはなってないなと、まあ、いうような、まあ、感じで、まあ、立花さんとしても、まあ、すごく、まあ、今焦ってるんだろうなっていうのはね、なんとなく、見えてる、分かってるところかなと。まあ、だからまあこのタイミングで、まあひろゆきさんを使って、で売名して、ネットでこうなんかバズってね、で、まあ、N 国というものに、まあ興味を持ってもらえたらいいなっていうふうに考えてるんだけど、
もう N 国の知名度も、まあ、立花さんの知名度もそうだけど、まあ、ネットの中ではね、もう借り尽くしたものであるから、こっからこうネットを使って新しく人に知ってもらうっていうやり方ってあんまり通用しないとね、思うんだよね。で、もう去年の段階でもう結構 N 国の限界っていうのってもうあって、で、もう N 国の知名度なんかもうネットで十分あるから、あとはそのリアルの部分においてこう支持者を広げていかなきゃいけないんだけれども、まあそこをね、どうしてもこうコロナ禍だからっていうことで、まあ外にこうなかなかこう出ることができないというような、まあ現実もあってね。で、まあそこでまあ苦戦してるのかなっていうような、まあ感じはしてます。で、あとはまあなんか当のお金っていうのも本当にないんだろうなっていうのがね、まあ最近こうひしひしとまあ伝わってきますね。で、まあ実際、まあ N 国が今ね、お金がないのなんて、まあみんな分かりきった話だと思うんですよ。で、まあ一説にはね、1億円あるのかないのかみたいな話にもなってるぐらいだから、まあ言うてお金がなければね、活動っていうのはどうしても制限制約がこう出てきてしまうというふうな、感じっすよね。だから、まあ、結構今 N 国自身も、まあ、ひい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 言うてはるのかなっていうのがね、僕の目からこう見えるこう N 国でございますね。だからまあひろゆきさんもまあバカじゃないんで、まあ、そういうところとかってまあ見えてるよね。だから、まあ、自分が持ってるこうネットの知名度を、まあ、N 国にこう利用されてもしゃあないからっていうことで、まあ、N 国なんか相手にしないよって、まあ、一方的にこうなんか噛みついてくる分にはいいんじゃないのみたいな、まあ、感じですね。はい。まあ、なんだかんだでね、まあ、その2チャンネルっていうのはさ、まあ、なんだかんだたくさんそのね、ページビューあって、でその中にまあ広告があって、で、まあ、その広告収入っていうのがまあ運営費になっていたっていう側面があるわけじゃないですか。で、まあ、ひろゆきさんの場合は、そうやってまあ人を集めるそのね、マーケティングっていうのはやっぱ非常にまあ、長けたものがあるんだと思うし、じゃあその人を集めて、じゃあその集めた人たちを、じゃあどう利用マネタイズしていこうかっていう部分に関しては、まあ、間違いなく、まあ、立花さんよりはまあ上手いと思うんだよね。まあそういう面において、まあ立花さん自身が、まあひろゆきさんと戦おうとしたところで、多分ひろゆきさん自身もまあ滋賀にもかけないだろうから、まあ実際ね、まあ立花さんにとっても、まあそのプラスよりはマイナスよりになるじゃだろうし、まあひろゆきさんにとってはね、まあ結局こうやってまあ話題ができるから、まあ自分のまあ YouTube ライブにだって人を来てくれるし、で、そうすればまあスパチャを投げてくれる人だっているだろうし、まあ、自分のまあメディア、自分がこうやって YouTube で喋れば、まあ、どっかのこう媒体とかがね、まあ、それを記事にしてくれるだろうから、まあ、そこからまあ人にね、人がね、またね、こう自分のライブとかにこう流れてきて、でスパチャとか投げてくれたら、まあ、それはそれでこう自分の稼ぎになるよねっていうことで、まあ、上手にね、やってるなっていうような印象でございます。なんで、もう本当に崖っぷちにこう立たされている、まあ N 国がね、まあ球速猫を噛むみたいな感じな戦い方をしようとしてるけど、まあ結局はね、相手にされないでまあ終わりなんじゃないですかねっていうのが、まあ僕の意見、感想であったりとか、まあします。はい。まあ結構僕もですね、長くまあ N 国見てきてですね、最近まあ N 国自身に、まあそう興味があるこう話題とかってあんまりなかったんで、まあね、久々にまあこんな感じで話題出てきたんで、まあ喋ってますけど、まああんまりですね、まあしょうもない話題ばっかり触れてもしょうがないんで、まあいろいろね、まあネタを開拓していこうかなと思っております。ということで、この動画を見ていいと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、水ニャンでした。ありがとうございました。じゃあね。